こんにちは、ムです。今回は通常選手最強ヘッダーまとめを見ていきましょう。クロス着をしたい方はもちろん、コスパ選手を集めている方も必見の動画です。はい、ぜひ全選手チェックしていってください。ヘディングには身長やスキル、様々な能力が関わっていると思いますが、今回は単純にヘディング、ジャンプ、フィジコンが高い選手を集めていきました。はい、この動画を見れば、ヘディング、ジャンプ、フィジコンを全て98以上に育成できる通常選手を紹介していきます。それでは行きましょう。はい、ビリオルバン選手、186センチ、センターバック。はい、フィジコン全振りすると、98、99、98。はい、普通に育成すると、この能力。まあ、守備の時は、まあ、身長少し低いですけど、まあ、空中は頼りになりそう。で、ヘディングジャンプ、フィジコンが高いので、まあ、セットプレーの時には攻撃参加できそうです。はい、クリスティアン・ベンテケ選手、星3のポストプレイヤー。身長は190センチ。はい、全振りすると、98、99、99。普通に育成すると、81、84、83。まあ、190あって、スキルがヘッダーやバトル持ちで、まあ、ヘディング強そうだし、まあ、あとはキック力も高くて、シュートも強そうですね。はい、アレホビリス選手、星3のターゲットマン。はい、身長187センチ。はい、全振りすると、99、99、98。普通に育成すると、84、85、82。まあ、ビリス選手は空中が強くて、足元もあって、決定力も高くて、足も速いという、まあ、万能型選手ですかね。スキルはヘッダー、マリーシャ、エアバトルですね。はい、ダンカン・マグワイア選手、星3のラインブレイカー。はい、フィジコン全振りすると、99、98、99。普通に育成すると、82、81、83。こちらも全体的に能力高くて、何でもできそうですね。はい、ワンシューヘッダー、ヤバトルなど持っています。はい、デリキ・ラセルダ選手、星2のターゲットマン。身長は190センチ。はい、全振りすると、すべて99。普通に育成すると、83、81、86。まあ、ラセルダ選手は足元が少し不安ですね。ですが、フィジカル面が優秀だと思いますね。スキルはヘッダーマリーシアを持っています。まあ、ベンチの人数が多くて、まあ、全員使い切るということはないと思うし、一人くらいこういう選手がいても面白いですかね。今回は通常選手最強ヘッダーまとめを見ていきました。以上でます。バイバイ。